Good morning, everyone. How are you doing? I'm Crystal from Honolulu. 2024 February 4th, Sunday. 皆さん、おはようございます。クリスタル、もうね、シャッフルしてますよ、タロットカードを。今日は立春、旧暦ではいわばお正月、春の訪れとともに、本当に2024年のね、エネルギー、まあ、運勢的なエネルギーですよね、スタートの日になります。おめでたいですね。そして、そういう日に、日曜日で、結構ラッキーかなと思ってます。はい、じゃあね、並べますね。もう今の時点で1番、2番、3番お選びくださいね。はい、並べましたよ。いきますね。はい、1枚目を選んでくださったあなたへのメッセージ、カードは Page of Pentacles for you。 あ、なんかお正月に、本当に素敵な、エネルギー、ごめんね、エネルギーが好きだからエネルギー言っちゃうんだけど、そう、カードメッセージになります。ページオブペンタコーは本当にね、青年、少年、美しい少年、青年ですよ。そして、なんかね、こう物質的なもんなんですよね。具現化していこうっていう気持ちを、例えばそれは、何か、勉強していこうとか、この資格を取ろうとか、もちろん会社を作っちゃおうとか、何か、自分で立ち上げて、形にしていこうっていう気持ちがある方がこのカード引かれていると思います。そしてね、ちゃんとね、将来はそれにつながっていますよ、それに進んでくださいというメッセージになります。素敵なね、スタートですね。おめでとうございます。楽しみながらね、そこにね、向かって進んでください。お勉強してください。はい、じゃあね、2枚目を選んでくださったあなたへのメッセージカードは、Knight of Pentacles for you。 これはね、素敵。なんかこの並んでるとこが可愛いんだけど、もちろん1番目を引いてくれた人、2番目を引いてくれた人は別人間であることは確実なんだけど、要はその先に、要はさっき少年っていう説明をしましたよね。それが大人になった、男性をイメージしてください。その方がね、本当に馬にまたがってペンタクルを持ってるんですけど、はい、このお兄さんの方、2枚目の方は、はい、よく頑張ってきました。本当にね、もうあと少しで、何か資格が、例えばテストが近いとか、会社が設立もあと少しでできるとか、何かしら成果が、形となってすぐその先に現れます。今月中とか来月の頭ぐらいとかじゃないでしょうか。そしてそれを持ってで、この2024年スタートしていくといった感じの読みになるのではないでしょうか。いかがですか。着実に、誠実に、一歩一歩、諦めずにね、努力を重ねてきたと思うんです。この2番目の方、おめでとうございます。実りですよ、本当春ですね。おめでとうございます。素敵なね、2024年になること間違いなしです。このカードだと誠実だからね、すごく、自分の誠実さも大好きだろうし、周りにもこれからって、ちょっと日本のニュースあんまり見ないんだけど、なんかこう自分の好きな YouTube の人とかを見てると、なんか話題でちょこっと入れたりするじゃないですか。やっぱりね、なんだろう、すごく昔で言ったら崇められたりとか、信用を得るような職種の、例えばなんだろう、政治家とかドクターとか、それがさ、すごい暴露されてるじゃない。結局さ、誠実さがあるかないかだなって思って。でも基本的に日本人って誠実さがあるから、基本ね、だからなんかやっぱり、そうだな、でもそう、一般の人がってまた決めつけたら失礼だけど、そう、誠実さをすごくね、この私の これを聞いてくれてる人は超有名な悪者っぽい人とかいないと思うので、はい、すごく誠実な方なんだろうなと思って、はい、おめでとうございます。素敵なね、春のスタートを迎えください。はい、じゃあね、3枚目を選んでくださったあなたへのメッセージ、 Coins of Wand の逆位置です。はい、これはね、今日ね、夕方ね、
3時ぐらいまで月がサソリ座にあるんですよ。その後伊手座に移動します。だからこれ覚えておいて、まずね3時過ぎるとこの今、言うことが気持ちが晴れてフットワークも心も軽くなるし広がりを感じると思います。でこのカードを引いてくれたのはそういう感情になるのは、3時前までだと思ってください。理由がね、月が、不動宮のサソリ座にあります。そして、前移動する前だから今月がボイドタイムに入ります。はい、今日ね。でね、そのボイドタイムになるとどういう感情になる人がいたとしたらこうなるよっていうのをお伝えしますね。月のサソリ座なんで、いい意味で自分が持っている我欲とかが出てくるんですね。出てきやすいかもしれないの。特にあなたが不動宮だとすると、サソリ座、牡牛座、ごめんなさい、ヤギ座さんとかだとすると、水亀座さんだとすると、出てくるかもしれない。自分の奥底に隠しているたか、いつも出てきているけどあんまり嫌じゃなって言って無視してたことが出てくるかもしれないんだけど、その出てきたことによって自分が嫌だなって思うの、要は自分をそれを自分が否定するような感じかな。それのカードです。はい、なんで今日ね朝の毎朝ラジオでも言ったんだけど、出てくる感情をやっぱね他人の話聞いててもね否定しちゃうとさ、その他人のその聞いてほしい人ってちょっとなんかいい拗ねたりする時あるじゃん。結局何なのよと思うけど、結局否定されるのは嫌で、話を聞いてもらいたかった、受け入れてもらいたかったっていうところにポイントがあるっていうのはわかるでしょ、第三者的に考えたら。ってことは自分にもそうなんだよね。自分が持っているなんか嫌だなって思う欲って自分が思っているだけなんだけど、出てきたとしてもそれに蓋をしたり否定したりしないで受け入れてあげてください。てか、そうなんだって感じで、要は変な力とか、をかけないでください。それだけでね、自分がうわ嫌やな自分っていう感情は出ないと思います。出ないっていうか、それが解放される、出てきたとしてもそれをじっと見つめる感じです。絵柄で言ったらね、そんな感じでちょっとトライしてみてください。それをするだけで自分の内側のインナーチャイルドが変わって潜在意識も変わるんで、自分に変化変容がなされる場合が結構あるんで、よかったらトライしてみてください。はい、じゃあね、よかったら参考にしてくれれば嬉しい限りです。 Thank you for listening everyone. Have a nice Sunday. 素敵な立春、素敵な旧お正月をお迎えください。